5000円の木工旋盤、臼と杵を作ります。皆さんこんにちは。月面探査車に使う部品、これまで車輪、電池を作ってきましたが、今回は臼と杵を作りたいと思います。なぜ臼と杵って思うかもしれませんが、勘のいい方はわかるかもしれませんね。直径60ミリの臼を作りますが、太い材料を購入するのはちょっと予算オーバーなので、 2×4 の木材を2つ組み合わせて材料を作ります。材料が太いので、奥にある手作りの木工旋盤レールにモーターを乗せ替えます。今回はその様子をお見せします。モーター側には以前作成した自作の四つ爪、新押し台側にはこの押し込む長さを調整できる新押し台を使用しています。いつものように角を落としておきますが、今回は大きいのでジグソーで切り落とした後、カンナで削っていきます。では削っていきますが、これではブレがひどくてダメですね。原因はここですね。強く締めるとモーターが回転しなくなり、弱いとブレてしまいます。ブレたことで横に穴が開いてしまいました。これでは続けて削ることはできません。赤い部分は後でカットしたり削ったりする部分なので、そこに寸切りボルトを刺して削る方法に変えます。まだ結構ブレますが、だましだまし削ってしまいます。お餅を入れるくぼみを作っていきます。ヤスリがけして切り離します。出っ張りの部分を削っていきます。杵を作っていきます。四角いうちに先に柄が刺さる部分の穴を開けておきます。その方が丸くしてから開けるよりずれないと思います。柄の部分は丸い棒を2ミリだけ削って作るので、鉄ヤスリで削ります。できたって喜んでいましたが、よくよく臼と杵の写真を見てみると、杵って柄は中心に刺さっておらず、右のようになっているんですね。間違えました。これじゃあトンカチですね。って感じです。後日作り直しました。臼と杵、
餅つきって感じに出来上がりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。